はいどうも、黒池のヒップホップチャンネルです。はい、ですね、なんと、宮地さんが MC バトルイベントのバトルサミット2に、出場が決定しましたね。いやー、ちょっと宮地さんの参戦はマジでビビった。まさかのね、 MC バトル初参戦ということでね、これめちゃくちゃ楽しみですね。はい、8月14日ですね、東京の国立代々木競技場第一体育館で開催される MC バトルイベントバトルサミット2に宮地が出場することが決定しましたと。はい、まあね、このバトルサミットとは、まあ、前の動画でも説明したんですけど、その日本を代表する MC バトルの団体、凱旋 MC バトル、戦国 MC バトル、そして新アドレナリン、キングオブキングス、口喧嘩祭、スポットライト、破天 MC バトル、レッドブルロックブル、ロックマルですね、が選抜した出場者がトーナメント3を行うイベントなんですよ。で、優勝者には MC バトル史上最高額となる賞金2000万円が贈られるんですよね。で、宮地は、わかりませんなどの曲で、まあ、知られていて、ニューヨークと東京を股にかけて活動するラッパーなんですよ。で、英語と日本語を自在に操り、ラップのみならず、そのトラックメイクまで手掛ける、まあその MC バトルへの参加は今回が初めてっていうような形になるんですよね。で、今ちなみに発表されているメンバーで言うと、レッドアイ、ノベルコア、オズワールド、レオン・ファノラキス、DO、ソンゴング、カーン AKA ガミ、ベニザクラ、J レックス、ガシマ、スクリュー、そしてミヤチ。というような、感じですね。今回結構あれですね、そういう意味で言うと音源をだいぶ重視しているんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だからまあこの状態でいけばガドロの参戦も結構現実味帯びてるのかなっていうふうに思いますよね。はい、いやこれはマジちょっと驚きましたね。いやーちょっとね、僕もね、8月14日ちょっと現地行こうかどうか今迷ってたんですけど、まあ、宮地さんのね、そのバトルっていうのは、まあ、一回見てみたいなっていうところはあるんで、まあ、多分参戦する方向で考えてます。はい、いやこれは熱いですよ。てかね、まあこれを逆に行かなくていつ行くんだっていう話ですよね。はい、まあね、宮地さんがせっかく来るんでね、もう本当にね、もし行こうかなって迷ってる人はぜひとも僕は行った方がいいと思います。はい、ちょっと短めの動画なんですけどね。はい、まあそんな感じでちょっと久々の更新でした。まあまたね、なんかニュースとかがあれば随時またこういう風な形で更新の方していきたいなと思っておりますので、もしよろしければ、チャンネル登録の方と、あとコメント、そしていいねボタンの方もよろしくお願いします。それでは。